んな感じでいってきます。嵐島岳登山マップ、はい、今門原覚えた門原、そして尺投げ台が、うん、行って持ちがかべご注意ください、はい、やばいよ。で嵐島岳ですね、はい、帰りコアラに行けるかな、はい、いや行くよ、行きますかお滑るよ、すごいここやばいよ、ね、めっちゃ滑る、まさかの、え、よく歩けますね。いや、みんな滑るよ。やっぱりアルパインクルーザー結構シャドウあるしね。そうだね、そうだ、これすげえよ。はい、いきなりつけさせていただきました。うん、危ないっす。はい、ケイアイゼンつけたらさすがですね、全然大丈夫全然大丈夫ですね、はい、うん、これはね最初から履くべきでした、はい、落差が違う結構急坂だもんな、うん、結構ね、これ凍ってなければ多分いいんだけどもね、え、氷やばいよねこれ。はい、なんとスマホを忘れて通りに戻ってきました。数百メートル無駄にしました。最悪です。もう山頂行ってきたんですかって何人か言ってましたね。めっちゃ恥ずかしいっす。では再スタート切ります。なかなか人多い今日いや、すごいすごい、どんどん追い抜かれて最後尾ですよ。はい、トラブル続きです。今日はねちょっとやらかしまくってます。私やばい、スタートが大幅に遅れてる。結構シャドウきついよ。もうなかなかやで、これきつっていうか、まあ暑い、あつ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 。はい、脱ぎ脱ぎタイムしましたT シャツになっちゃいましたね。ガチ脱ぎだよ。暑いなんてもんじゃね、ね、ついに T シャツです。はあ、平らんとこやってきたね、うん、ずっと坂道やったよ。なんか階段あるよ。はあ、こっからスタート何あ、本当だ、なんかある。あ、ここから登山口。何今登山口マジか、こっからだったの。いやいや、出ました。折れるわ、心折れる。きつ行きましょうか。行きますか。はい、はい、登山口入りましたもうへばってます。はい、嵐島岳山頂まで3キロまだまだ心折れるわこれ。今の倍ぐらいだよ、うん、やべえな。あ、こっちか。ほんでシャドウも上がるんでしょう。だからね、多分今の倍でシャドウ上がったら終わりじゃないですか、トトロの木何がトトロの木なんだろう。だからこの雰囲気が、これ間違えたら多分トロロの木って書こうと思ったけど、間違えたらトトロだから。それは面白くないです。あれ、トトロの木ね。あー、登りきついわ。本当に。もう足がきつい。すごい登ってるよ、俺。はい、山頂まで2キロ。標高1074。はぁ。だから何だってんだあれあれも登るんすかねちょっとやばいね、あれ。すごい山、圧巻のこの立ちはだかる壁がね、すごい。しかも目の前にあるってことは、うん、もうあれ登るんだよ多分やばいね。2時間の方があれ持ちの壁なのかな。すごいなぁ。へぇ、
あれが持ち壁っぽいよね。これか。この、ここのシャドウやばくね、これ。これでも持ち壁じゃないの？すごっ。これのこれ。えぐい角度だよ、これ。じゃあ、これはひどい。ピッケル給湯仕様にしました。超短くしてる。ピッケルじゃないや。何これ。すげえ。ああ、嘘。もう空しか見えない、ここ。これはきついよ。本当に。じゃあ、船げ台だ。うん。書いてあった。ちょっと掘って全部出してよ。うん、さあ、行きますか。とりあえず下りっすね、これ。残念ながら。一旦下ります。めっちゃ下るよ、これ。マジで？はい、持ちがかみに備えてピッケル出しました。やばいっす。いやー、風の冷たさがレベルが違う。おお、こっちすっげえ景色綺麗。おお、さあ9頭来たね。これは来た来た。いや、これ本当の壁やわ、これは。確かに壁や。これかな？これっぽいよね。やばくね？これ登れる？こんなの。上に登っとるね。すごいな。これシャカシャカ登りするしかねえな、これ。もう垂直に見えるわ。垂直に見える。そうだね。よいしょ。まぁ、ちょっとステップがあって登りやすいけどね。すごい角度に見えるよ。本当だ。見た目はすごい。すごい、確かに。ああ、いいね。遠くの方日が当たってる。すげえ角度。すげえすげえ。なんだこの登りや。まだまだ。まだまだだと思うよ。やばいね。いいねこれ。角度はえぐい。やばいね。やばいやばい。おやばいよ。うわ、怖え。すごい、ここ。うわ、ここは怖い。いい風景いいな、本当に。素晴らしい。いい景色だ。おっかかんだ。おー、怖え。やばいね、ここ。やばい、やばい。高度感が半端じゃねえ。ここ、怖えわ。うん、これ、下りやばいね、マジで。やばいね、これ、マジで。どうすんねん、これ。これっすよ。ああ、ここきつそうだな。やばい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 。なんかそこでまたすごい登りが見えるな。やべえ。これはきついぞ。ああ、風がめっちゃ冷たい。これはすごい。あそこに真のやばい登りが見えますよ。 あれが頂上かな。ねえ、やば。すごいなこれ。青空来とるんだけどね。あー、おお、マジで。
はい、壁が来た。確かに壁だこれ。これも地下壁だな。なんじゃおい、めっちゃ登っとるやん。はい、これも地下壁でした。いやちょっとガスってるね。回復してくる。天気変わりそうだね、すごい。風も強いしね。はい、もう違う壁。裏っ側にね、中原島の看板にとる。山頂412メートル。下見て。え？ここピークや。ピーク？あ、本当だ。なんかピークは中原島岳か。島原。一応ピークだね。これ帰ってみよう。帰りも怖いよこれ。これ下るんだよ。そうでしょこれ。うわすごい風強い。あー暗い。すごい。いやまた登るねこれ。これはすごいわ。いやめっちゃいいねここ。やべえ、すげえ景色。すごいな。くそかっこいいんだけど。いや太陽がいい位置にあるね。はい、着いたっぽい。これか。ああしんどい。着いた。到着。ああ、しんどい。苦い苦い。はい、今日はノーマルカップヌードルですよ。ノーマル、はい、ノーマルカップヌードルです。おにぎりですね。おにぎり、はい、定番タイプの。はい、それでは嵐島岳を後にして下りましょう。いやーこれで天くら8は入っちゃうね。真っ白です。さあガンガン下ってますよ。小嵐島が見えるね。滑るんだよね。割と滑る。結構滑る。はい、尺投げ平戻ってきた。あ、きさい。はい、じゃあ、はい、コアラのコアラのマーチ食べに行きます。コアラのマーチ、はい、はい、下ります。下って登るパターン来ました。あんまり人入ってないね。入ってないね。うん、足踏み跡がないよ。おかげでズボリまくるやんけ。おっと、ズボリまくる。人
と行ってないね、これは。一応足跡1個あるな。1人は行ってる。さあ、小原島登り来ました。これ登ったら到着と思われます。さあどうでしょうか。はい、小原島岳着いた。おお、すごい、すごいぞ。うわー、すごい。来た、小原島岳。あー、来た。はい、どうも。おお、やべえ、やばい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 。おお、360度。これはやべえ、これはやばい、やばい。しかも貸し切り、やばいやばい。はい、小原島岳で、ね、あ、しまった、小原の町コーヒーちゃん、そんなベタなどら焼き。小原島岳で、ね、小原の町とかそういうことをやるようじゃダメです。あやるよ、やってるわ。はい、小原島岳後にします。もう最高だった。なんだここ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃ良かった。ちょっと荒島岳で天気悪かった分、ここで挽回しましたね。ほんと良かった。じゃあまあそういうことで下りたいと思います。はい、戻ってきました。荒島岳行ってきました。荒島岳はちょっとガスっちゃってて真っ白で相変わらず残念だったんですけど、次に行ったね、小原市岳がめちゃくちゃ綺麗で、ちょっと感動しましたね。360度眺望がある素晴らしい山でした。いやー、これは小原市間岳も絶対行くべきだと思いましたね。すごい良かったです。というわけで、冬の荒島岳行ってきました。大満足です。終わりー。バイバーイ。